こんな世界に生まれた人間は、死ぬ理由もなしに死ぬことができない。生きる理由に等しく、心が意味もなく死ぬことを認めてくれないからだ。こんな世界で正気を保っていられるのは、果たして正気と呼べるのだろうか。